皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。ナバです。さあゴースト、おお、なんだ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 、やめて。ちょっと今人のあれを遮ってキュルンとかあれだけど、もうあれだから裏作業やらせてもらってテンション上がってるから。ああそうね、まあそんなところでね、まあ裏の話はまあいいですよ。まあここで言っとかないとみんなには分かんないからな。まあ多分裏作業だけの動画もどっかで上がるから見てね。そうね、はい。というわけで通し魔の続きです。はい、ですね、この日吉の湯にメインストーリーがあるので、うん、これをちょっと消化しようかなという。メインストーリー、ああこれ黄色のやつはメインストーリーでしょ。いや、あ違うのこれ。もうでも日吉の湯一回入ってるよね。うん、ストーリーマークついて出てないから。あじゃああれなのか、ストーリーマーク多分なんかそういうなんかなんだろう、物資が得られるとことか、あの鍛冶屋が鍛冶屋、これ、はいはい、あのほら弓師はなしとか、はいはいはい、ああなるほどね、それで光ってたのか。そう、あ俺が勉強不足だったわ、ごめんなみんな。あの ストーリーはちゃんとね、ストーリーのあのマークが出るから。じゃあ石川先生ですね、石川ティーチャーで、はい、行きましょう。はい、さてですね、まあさっきも話したんだけど、裏はね、そばさんにだいぶ助けていただいたというか。あ、そば、対馬は下手ピッピじゃないから。そうなんですよ。で、僕もちょっとね、見せてもらいながら勉強したんでね、ちょっと皆さんにかっこ悪い姿をあんまり見せたくないという。お？そば氏はまだいらない。まだいいか。しかも横に竹あったの知ってる？何竹って、石これ？それ光ってんじゃん。違う違う違う、右右右右光ってんじゃん。あこれか。どうぞ見ていってください。本当だ。あら、こういうのもね。あ登るのか。石川ティーちゃんのそう住処は上にあるんですよ。めんどくせえところに住んでんなあのじじい。高いっていつも言ってくるの一言目。あいつ、あいつ慣れ慣れしいな、弟子にしてくんなかったくせによ。ここですね。酒井、あ本当だ、ちょっと思ってたテンションと違ったけど。先生、先生、巴の消息は掴めたが、今の恩師ではかなわんな。巴を鬼と思いですか。まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。なんで言い切るんだよ。だね。俺だってクロードになろうとしてるのに。突き放すんじゃないよ。まあでも今までの陣を見てきたからこそなんだろうな。そうだからやっぱ誉れで生きてきてるからな。うん、まだクロードっていうワードすらないから。恐れ知らずであれば、そうかそうか、良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ、味方になりません。あどうしよう、敵は撃つより味方に引き込むのが得策。それが猛虎のやり口だ。いかにも止めなければ。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。急な選択肢やめてほしい。ではなかろう、時間制限付きの。があるのやも、こうやって人と話すときはまああると思った方がいい。ああ油断してたわ。こっちか。登っていけ。先生は登れますか。ここの石川腹立つんだよな。そうなの。でも登れますか。どうした、もたもたするな。お、なんだ。うるせえ、じじい。
本当だよ。手を貸しますぞ。あ、大丈夫ですか。手貸しましょうか先生。あれ、いない。奥奥。なんでさあ俺の後ろにいたじゃん。なんだお前。登る以外なかったのでは。いや、登れと言っただけだ。はあ、お主の鍛錬にな。腹立つだろ。マジかよこいつ、超腹立つ。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。クソ、お前ここで石川ストックにされてたくせに。石川ストック、噂のまずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。先生言ってくださいよ。ここの石川本当に嫌い。ほら急げ。わかりましたよ、行きますよ。腹立つぞ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。これ首だ。先生、猛虎です。おー、なんだ。うわー、なんだ。分かってた、あいつもしかして。やばい、赤い線は避けないと。先生ご加勢ください。おっと、どうした。なるほど。おお、なんだ。お前今更何しに来やがった。なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきをこいつ。ムカつくだろ。ムカつくな。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れで。本当だよ。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぜ。頑固親父め。道理で巴に襲われるわけです。確かに。気持ち分かっちゃったな。巴はどこへ。探しましょう。こういうちょっと嫌味言うの、石川先生にはたまに嫌味言うんだよ。それ以上あとを追え。まあでもいい関係だよな。うん、これはこれでね。うん、てか蕎麦の記憶力もやばいな。よく覚えてたな。何が。ここの石川先生嫌なやつなんだよなって。うん、わかるよ。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら。何周もしてるわけじゃないけど、2周はしたから、ね、本編の。ああ、はいはい。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。いや、ほんと腹立ったな、さっき。でしょ。うん、でもあのじいさんが、巴に裏切れるわけですって言われた。あそこは、ちょっとよかった。スカッとしたわ。じいさんずっと走ってると疲れちゃうんだよね。ああ、そうなんだ。うん、一応なんかあるんだね。右に行ってるよ、右に行ってるよ。足跡見てた。え、あ、これか、ほんとだ。あやつら。え、民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。捕虜を救うか。あ、捕虜の救出。はい、真っ先に殺そうとする。なるほど、じゃあ見つからない方がいいってことですか。ああ。
捕虜が殺される前に全員殺せばいいんだよ。で、あのね、びっくりマーク、あの捕虜マークのとこあるの分かる？え、捕虜マーク、あそこの人、あ、はい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 、あれね。そう、バレたらまずあそこら辺で行って戦った方がすごい。なるほどね。そう、あそこに捕虜がいるからそこね、やられちゃうんだよ。マーション、ほっ、はよやれよジジイ。美味しいところ取っちゃった。小隊長倒すときちょっとスローモーションになるのかっこいいな。ああ。捕虜助けてあげて、捕虜助けてあげて。あれか。あれ？あれって？あの人たちね。ちょっと待って。タミクサのことを。ええ、タミクサのことです。タミクサのことを。大丈夫かい？大丈夫かい君たち。農家の中に島の鬼子はいたか。やはり島の鬼子。なんでね、やからか。ブレイキングダウン出てた。なんかみんなさ、最近ブレイキングダウンの話ようするけどさ、そうだ、そのなんかもそういうものってのは知ってるんだけど、どういうものか知ってるんだけど、はいはいはい、見たことないのよ、興味なくて。ああ、まあそうだろうな。要はからなんだよね。まあ今のだからそばの言動はもうまさにブレイキングダウンに出てたんですかっていう感じだ。ねえ、何今物資中に入っちゃった。はい、じゃあそことそこ試合決定って。そうね、試合決定でっつって、あの好きな配信者がよくそういうの真似して言うから。ああ、なるほどね。某くんさんが、某くんさんってもう完全に言っちゃってるけどね。もう包み隠してもいないから。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。マジかよ。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。気づいちゃいました？猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ見ずともわかるわ。うるせえよ、来てねえやつが。本当だよ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。お前の弟子のことだぞって言って皮肉だからね。確かに。備えなければならぬ。よいな、では道場で会おう。いやー、嫌なやつだったな。噂が広がっていきますね。技量4回りよ。ああ、技量ちょっと上げちゃおうかな。おっと、何です？読み取りの5分。弓取り、あ、今俺危ねえ。今そばが読まなかったら鳥弓の5分とか読むとこだったわ。逆から読んじゃう時あるからな俺。なんか変だよね。なんかね、頭の中どうなってんだろうね。暑い、ああ嘘、寒い。やめろ。リアルの会話の時の話するんじゃないよ。技とかそのあれ、さっき五分って、五分は平具か、これか。はい、あ、なんかもう一個あるじゃん。弓を引く速さと矢をバン得る速さ、使える速さ、使え15% 上昇か。上昇ね、上昇。違う違う、今のは単純にシンプル、シンプル髪だから。ああ、いつも噛むやつに言われるのめちゃめちゃ腹立つわ。はいはい、次ね。守りの5負傷、体力が 50% 以下の時受けるダメージが中程度減少する。ああ、これ強いんじゃない。いや、弓がいいな。
あー、弓か。ベイちゃんあんまり弓使わないからな。そうなんだよな。まあでも一応弓取りの5分にしときましょうか。食らわないと発動しない効果ってそんなに強くないもん、うん、基本的に、うん、そうなのね。これじゃあ型は、あ、待って待って、はいはいはい、そこの上、はい、守り見て、守り、はいはい、受け流しの極意、受け流しつけたいん、受け流し下は受け流しの極意癒し、受け流しの極意が成功すると、受け流しね、結構ね、それそう、体力ゲージちょっと上がるから、それでかいんだよ、ね、ああ、なるほどね。で、その右は猛虎兵の剣による防御負荷の攻撃を受け流す。防御負荷の攻撃って何？赤いのとか。あ、そういうこと？ああ、なるほどね。これも強いんじゃない？攻めはどれだ？攻めは、敵の攻撃を避けて人たちを浴びせる。ああ、シャンシャンができる。はい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 。敵に向かって走り素早く切りつける、全部強いな。でもね、受け流しがいいと思うんだ、そばは。はいはい、まあじゃあ受け流し1個こっち取るか、回復のやつ、うんうん、おすすめ。これ1個取って、向かってくる矢を弾く。あ、いらないいらない、避けれるから矢は。あ、そっかそっか。でも、うん、でもこれ取らないと次に進めないんだ。そう、そうなんだよ。なるほどね。はいはいはい、まあじゃあ受け流し2個取っちゃうか。まあ、他のもだってあれも、ああそっか、いろいろあるのか、型とかも、はいはいはい、型の上昇、この辺はいいよ、この辺は別にいいか。兵具とか型の上昇、型ね、まあ、レイちゃんが何使うかなんだよね。そうなんだよな。石の型ってだってあれでしょ、うん、あの水が一番強いと思うんだよな。すごい。まあじゃあせっかくだから水の型上げて、あ、連撃できるようになるじゃん、いいね。え、どれ、これ、違う、それ石だろ、こっちか、水だっつってんだろ。怖えよ。やめてください。萎縮しちゃうから俺、小心者だから。死ねえだろ。怖っ。はい、じゃあ1個あげよう。次、はい、これね、ちょっといい俺、うん、一騎打ちはいらない、マジでいらない、マジでいらない、一騎打ち、これ最終的に3人まで一気にやれるようになるから超楽だよ。いや、まあまあそうなんだけど、とりあえずちょっとね、あー、飛び降りが、足抜きができるようになったか。うわー、これ強え、2人同時闇打ち強え。これね、これ超楽だよ。これ楽だな、ちょっとこれ一気に取っちゃおうかな。耳すまし中の移動速度上昇はまあ別にいらないかな。まあその辺はなちなち多分ね、大体全取りするはずだから。まあそうだよね、うん、どれから優先するかなだけだから。はいはいはい、弓ね、弓もちょっと、あ、そう、これがねちょっと楽なんだよね。ああ、ちょっと弓1個上げて、ちょっとあのこの 連殺狙いでちょっと1個上げとくわ、これ。うん、そうしましょう。弓が屋根から飛びかかっていた、さすが野党。じゃあこれで、武器は特に今はないと。ない、うん、そうですね、防具も、あー、この防具別に俺これいらねえんだよな、旅人の、そあれ、これ多分あれだよね、なんか特典のやつだよね。あ、これ特典で、これちょっと強すぎちゃうか、逆に。あ、じゃあ旅人でいくかね。そのうち多分鎧とかも取るはずだから。そうだよね、うん、これ別に頭のやつってほとんど見た目だけだよね。うん、何も関係ない。じゃあ素顔のジンさんでいきましょうよ。はい、じゃあこれで次回はこれでいきたいと思います、うん、多分次回はまた石川先生になるかな。うん、そうね、うん、というわけで今回はここで終わりたいと思います。はい、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
また次の動画もお楽しみに。バイバイ。早っ。早っ。